はい、というわけで今回もこちらね、箱付きで後で手に入れました。ホンダ TN360、 これ当時の箱です。これなんでこうやって切り取られてるかって、なんかキャンペーンの応募みたいのがあったらしくて、それでね耳がこう切られてたりしています。でこっちはなぜか両方ともなくなってますけども、 TN360 トラック、これが当時の箱です。でこれも当時の日本製ね、ホイールも旧ホイールも残念ながらちょっとポロがね今ちょっと痛い風になってますが、これは TN360 は1967年の11月に登場して、エンジンは空列4ストローク直列2気筒 SOC で最高出力は30馬力だったんですね。で1968年3月にパネルカン4車種、を追加して、1969年11月に道路運送車両の保安基準改定により、キャビンの側面後方部分にターンシグナルランプが照準設立されたほか、T360 で設定されている後輪をクローラーに変更するスノーラーを追加しています。まあ、これは今となったら非常に珍しいと思うし、当時でも珍しかったと思いますね。あの雪国とかに住んでる方たちとかに、使っていただけるように、雪はこう冬はスノーラーに付け替えて、こうやって変更することもできます、後輪をね。そういうのもあったんです。でこれが、まあ、TN360 という車でね、本田宗一郎さんがまだご健在でいらっしゃった時に、行ってらっしゃった時に、ね、おーいっつってね、自分のハゲ頭を利用してですね、太陽に見立ててね、働く車ですっていうような感じでね、町の経済を支えてる車ですっていうような感じだったんです。ね、今でこそ本田っていうのは、まあ、NSX とこれ残念ながらなくなりました。S2000 という車ももうなくなってしまいましたけども、ホンダがやってスーパーカーで NSX とか S2000 とか、まあスポーツカーだったらインテグラだったタイプ R とかね、シビックタイプ R とか、ああいった車が出てたっていうのは、ついついね、要するに子供から見るとスポーツカーやスーパーカーばっかり目が行きがちだけど、本当はこういう車が支えてたんですよ。こういう車が何十万台と売り上げができてるからこそ、ああいうスーパーカーというのが後に開発するために、スーパーカーだとスポーツカーだと開発するのにかかる、何億とか金かかるんだからね。でその 何千万とか何億って押した人は多く単位まで金がかかってしまう。でそうすると、まあ、こういう大衆車が売れたから、その売上金の一部でああいうスーパーカースポーツカーとかたちが出てくるわけです。ですから逆にホンダというのはもともと二輪メーカー、もっと言えばバイクメーカーだった。でバイクの前はちょっと自転車を作ってたんですね。でそれで自転車にちょっと毛が生えてきたみたいな感じで、自転車にちょっとバイクをエンジンをちょこんとちょっとつけまして、でそこからスタートしたの。でそれが後にカブになっていくやつなんだけど、そういうところからスタートしていったんですね。だからもともと言えばホンダというのは自転車もやってたし、オートバイなんかもやってる専門のそういう小さな会社だったんです。でそこからスタートして、自動車を作ろうって話になって、バイクのエンジンを2つくっつけた車というのを、まあ、モーターショーで発表して、それがホンダ S600 とか、ね、後に S800 とかにつながっていく車なんだけど、そういった車をモーターショーに出したんですよ。でそれが好評だったんで、いやそういうスポーツカーを作ろうってスポーツカー作ったわけで、同時にそのスポーツカーと確か同じエンジン積んでるのがこの車ですよ。だから逆に言えばこういう車が売り上げをたくさん売り上げてたから、カブとかね、ああいう車がたくさん売り上げてたから、ああいう車が作れたわけですね。うん。だから今でこそもうスポーツカーとかそういったね車に巻き立っているけどもね、ホンダ F1 でも参加してたしね。だからそういう風になったのは、元はといえばこういう車とか庶民的な車、こういう車が当時活躍していて、活躍してるってことはたくさん売れてるってことですから、そういう売り上げの一部を使って集めたお金で、ああいう次のいい車ができてきたわけですよ。だからそういった車ができなければ、ああいったいい車ってのは出てこないのでね。だからなかなかそのそういう点では非常に大衆車あってるこそスポーツカースーパーカーが出てくるんだっていうことを頭の中に入れておいてほしいなと思うんですね。
今の子供たちってのは昔の過去の子供でもそうだったけど、みんなミニカー好きって大変スポーツカーとかスーパーカーばっかり目がいってるから、あれはけしからんことであって、大衆車がいるからこそスポーツカースーパーカーって生まれるんです。最初からスポーツカースーパーカーを作ろうって言ったら莫大な金がかかるんで、ね、そのお金を一体どっから集めるんですかって話ですからね。高級車だってよ、元々が大衆車って車が売れなければ高級車だって作れないわけですから、ね、大衆車が走り回ってるおかげで高級車ってのができるんだろう。だからそれと同じような感じでね、大衆車があるからあえてスーパーカーが出てきてくるわけですから、まあ、そういう風になってるってことです。まあ、でこれを箱付きでこう購入できたんで、非常にね、後で箱がこう手に入ったんで良かったなっていう感じで、当時にもここにこうね、ホロ付きとほらこうやって書いてあるんですね。ホロって何のことですって言いますと、ホロってのはこうやって要するに農家なんかにあるビニールハウスみたいなもんですよ。で、あれをポコーンとこう乗っけるんですね。布でできてたやつがね。うん。ホロって言って骨組みのやつがあって、それをポコーンとこう乗せるって言います。ね。今こういうのないんだよね、あんまりトミカにはね。残念だなと思うんですね。なぜなら今の技術を使ってこうホロ付きの軽自動車っていうか、まあホロなしでもいいんだけど、そういうものを軽トラっていうか、そういったものをもっとたくさん作ってほしいなと思う。いつもスーパーカーとかスポーツカーばっかり作ってもらって、もっとこういう庶民的な車というのを作ってほしかったなっていうのがあります。なかなかこれも可愛らしくて、これすごい気に入ってんで、もう一台同じやつありますけどね、でもこれ一つは箱が手に入ったんで非常に良かったなっていう感じです。どうもありがとうございます。